フット山はアメリカ合衆国オレゴン州のポートランド市から東南東8 0トルに位置にある清掃火山。クラカマス軍とフットリバー軍の軍境に位置し、同州の最高峰である。英国の海軍のサミュエルフット帝国にちなんで、ウィリアム・ロバート・ブロートンが命名した。日本人や日系人の間ではオレゴン富士とも呼ばれる。山体上部へのアクセスが非常に容易であるため、 夏は登山客、冬はスキー客で混み合う。カスケード山脈の中では最も人気の高いリゾート地域である。山体は安山岩質溶岩と火山採設物からなり、河口の中央部には200から300年前の噴火によって生じた幅、300から400メートル、高さ170メートル程度の溶岩ドームが形成されている。国有林としての歴史は古く、 まず1892年にブルラン森林保護区として指定された。1908年にカスケード国有林の一部と合併し、オレゴン国有林となった。1924年にマウントフット国有林と改名された。1906年にはフット山鉄道が開業し、2018年現在もフット山を望む観光鉄道として営業している。 1952年の映画、怒りの川は一部マウントフット国有林で撮影された。1984年から1996年までフジテレビ系で放映されたテレビドラマ、オレゴンから愛はセントラルオレゴンを舞台としており、フット山の映像がオープニングや作中で用いられた。2010年にアメリカザ・ビューティフル25セント効果に採用されている。 2009年現在、下記の6施設がある。中でもティンバーラインスキー場は年間を通してスキーを楽しめる北米唯一のスキー場である。ありがとうございます。